今日から YouTube スタート。映画道を歩み続け、早18年。あの日、一つの決断をした。それは、自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は、人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ、準備はいいか監督。お前の底力、見せてみろよ。本番行きます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ズバリこの動画タイアップ動画です。モニターライトのご提供をさせていただきました。こちらでございます。ありがとうございます。これなんなの。モニターライトってなんやねんってね。40センチの掛け式コスパ最強モニターライト。他にもですね、呼び方がありまして、デスクライト、スクリーンバーライト、モニターライトバー、モニター掛けライトなどなど、いろんな呼び方がありますが、今回はですね LED モニターライト 4PC と書かれておりますので、モニターライトと言わせていただきたいと思います。はい、というわけでですね、これどうやって使うの監督と思っているかと思うんですけども、がっつり紹介していきたいと思います。デスク作業をするとき、手元が暗くなりませんか？目の疲労が来てませんか？デスク周り散らかってませんか？はい、そんな方におすすめな商品となっております。モニターの上に設置するだけで快適なムード空間が作れちゃいます。ちなみにこちらなんですが、ご担当者様よりなんと 8% オフクーポンがありますので、もしよければ下の概要欄にクーポン貼っておりますので、お安くゲットしちゃってください。早速こちら開封していきたいと思います。重さはですね、とても軽いです。今回ご提供させていただきましたが、40センチのモニターバーとなっております。まずはこちら、取扱説明書。日本語で書かれたものが一番後ろ側にですね、載っておりました。中身を見ていきますと、こちらでございます。はい、ザ・シンプルです。見てみましょう。はい、こちら。はい、メインとなる本体となっております。40センチとなっております。続きまして、でかいやつからいきましょうか。お、重たいぞ、これは意外と。こちら、クリップとなっております。重さで調整して、ここにモニターバーを挟んで、カチャッとするクリップです。続きまして、モニターのですね、厚さによってこの追加パーツが付いておりますので、例えばめっちゃ薄いモニターとかね、こちらを使うことによって設置することができます。そして最後、USB Type-C ケーブルとなっております。こちらは2メートル長めに作られております。あー、見えませんね。こんな感じです。こういった端子、こういう感じで結構固めに作られておりますね。パーツとしては全4つ入っておりますね。こんな感じで空になりました。まずこちら、モニターライト本体となっております。ここから光を放出させるという仕様になっておりますね。第一印象は結構安っぽくなく、スタイリッシュな感じですね。この40センチに関しては、15から22となっております。ちなみに監督のモニターは32でございます。でかいです。USB 充電というわけで、こちら、逆にこの長さが助かりました。モニターバーとクリップをですね、設置する際は、ここにくぼみがありますので、ここにセットしていく流れとなっております。はい、電力消費はやめて、5W となって、やめろ、なん。パソコン、iMac、MacBook 等と接続することができます。これはね、結構軽いんです。このクリップはね、まあまあ、重量感があります。ずしっとしておりました。こちらを、来ました。USB ケーブル、Type-C を接続していきたいと思います。これを、オン。つきました。はい。うわ、これだけ単体で、まぶしい。結構ライトは強いですね。いい感じですね。で、本体はこの USB Type-C で充電できますので、別なね、電源コンセントに挿すんではなく、この USB で使えますので、パソコン本体、またはディスプレイにですね、USB 端子が付いておりましたら、モニターのところから端子を繋ぐことで設置することができます。通常の、こちら USB ですので、モニターの裏見てみます。このような形になっておりまして、USB というものがありますよね。これを、こうですね。こんな感じですね。こうすることで、まあ、ちょっとこれやっぱり長すぎなんで、小さいものに変えるか、こういう感じでですね、巻いて、ケーブルのなんか止めるやつでね、カタッとつけていくのがベストかと思われます。この本体部分、オリジナルクリップなんですけども、重力回転軸固定装置というものが使われております。こちらが入ることによって、モニターの厚みに合わせて固定を最適な角度で自動調整することができます。まあ、重たい部分がですね、この雫型になっているところ、この部分が結構重たいです。そして、滑り止めがついております。で、こう、引っ張りますと、
伸ばすことができます。この幅ですね、薄すぎるモニター使ってる方は最大で伸ばすとこれくらいまで伸びます。そして狭むと、まあ、これくらいですね。ここにこいつをつけることによって超細いモニターでもですね、調べてみますと28ミリ以上はなしですね。で15から28まではこのクリップを使うのがおすすめだそうです。でこのクリップなんですが、これをですね一旦外します。ここは外せますので、こういった小さいものですね、これが追加パーツですね。これ使えなかったら、あとはこちらですね、枠がありますので、このような状態、この細さですね、こう、こう、こう、もしくはこっちですね。はい、このような自分の持ってるモニターに合わせてパーツを付け替えていくという形となりますね。まず一つ目なんですが、取り付けですね。簡単設置です。わずか1秒で固定。モニターの上部に乗せるだけで簡単につけることができます。通常だとこういうデスクスタンドをドーンと邪魔になるっていうのがあるかと思うんですけど、モニターの上にコンと乗せることで光を発することができます。取り付け方法もネジとかですね、シールとか使わずにかけるだけ。シンプルで外すのも簡単な商品です。ただですね、一つ注意点がございまして、ベゼルですね。モニターの枠の部分、ベゼルがちょっとギリギリまでの狭い部分だと干渉する可能性がありますので、ご注意ください。はい、というわけでですね、実際にこちらつけていきたいと思います。で現在ですね、監督なんですが、この3つモニターがあります。まあこいつかな、こいつにつけようかな。モニターバーをここにつける。はいはい、あーなるほど。おー簡単です、めっちゃ簡単です。確かに1秒でできる。今これ付属パーツでやってるのですが、はいはい、とめっちゃ簡単です。まずはこれを下ろして、あと離すっていう、本当に1秒でできましたね。おーいいですね。ちょっとね、監督のモニターがデカすぎるので、ちょっと足りねえな。二つ目です。ライトについて。この光はですね、スクリーンに反射しない柔らかい光を発します。仕組みとしましては、ちらつきが少ないブルーライトプルーフ機能が搭載されております。独自の45度、非対称光学設計が用いられております。要するにですね、ディスクのみをピンポイントで照らして、液晶画面の反射光を抑えます。効果としては、眩しくない光なので、長時間でも目にかかる負担が抑えられます。そして、こちらの商品なんですが、映り込みが少ないです。手元に程よく光が当たり、自分には直接当たらない仕様となっております。まあ、実際にね、今こちらを見ましても、モニターに抱えるので、こういう感じになるので、いい感じの光が広がっております。あとこのスイッチですね、反射速度って結構気になるかと思うんですけども、で一旦電気を消してみましょうか。よし、はい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 、全ての電気を一旦消します。はい、暗い目になりました。押します。321、はい、321321、どうでしょうか。こんな感じでございます。モニターにつけるということで、こちら2つあるかと思います。これを見ていきたいと思います。一旦消します。こちらですね。はい。雰囲気が出るようにちょっとわかりやすくすると、あーはははは。おー。そして、はい。はい。あー。はい。おー。3パターンですね。はい。はい。はい。で、この色温度なんですが、うんちくでございます。暖かい色だとリラックス効果があります。こういう青っぽい光だと集中するのにかなりいいと言われております。落としましょう。はい。で、さらにです。RA95 高炎色性 LED ランプが使われております。調べてみますと、物が持つ本来の色を忠実に再現しているそうです。ですね、それぞれを見ていきたいと思います。まずこちら一番端ですね、まあ、見ればわかる電源ボタンです。電源がつくつかない。続きまして手動調光を見ていきたいと思います。これはですね、自分で好きなお好みの色温度と明るさに切り替えることができます。3種類の照明モードがワンタッチで切り替えることができます。それを行うのがこの4つの中のこちらで設定することができます。で3回タップすることによって、はいはいはい、こちら分かりやすいように部屋を暗くしてみました。どうぞ。こんな感じですね。ではちょっとですね、変わりましたでしょうか。これは色結構変わるね。1、2、3、ポン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 。でこれのすごいのが、長押しすることで、長押しこういう切り替え、パッパッパっていう切り替えではなく変えることができます。バーの部分に関しては押すボタン式ではなくです、この4つタッチセンターとなっております。こう触れることにはこういうちょっと溝、分かりやすいようにこうしますか。ちょっといいですね。ここを触れることで光を発するタッチセンサーとなっておりますですね。こちらも1、2、3、3段階ですね。1、2、3で消すと、そして長押しすると
ゆっくり暗くなっていく。はい、ちなみにこちら本体なんですけども、お好みの色と明るさを保存することができます。自動調光、内蔵された光センサーによって周囲の環境に合わせて明るさを適切に調整してくれます。基本的にはこの自動モードで使っていくかと思います。ちなみにこの自動センサーがついているかついていないかという部分がですね、このこちらをつけます。はい、光ります。ついていなければ一回押しますと青く光ると、周りの環境状態を見て自動で調整してくれる、変わるというわけですね。というわけでですね、監督もですね、結構夜まで編集やったりとかですね、動画見たりするんですけども、これがあることによって、ここまで行くとちょっと眩しい感はあるんですけども、全然ですね、肌に当たりません。手元を明るくしてくれる効果があります。画面の映り込みに注目してください。いきますね。はい。はい。はい。どうでしょうか？明るさマックスで、はい。はい。はい、見てください。画面にほぼ映り込みはされません。ただね、ちょっと監督のモニターがバカでかすぎてですね、これがね、もうちょっと長いバージョン、50センチとかもありますので、そういった調整ね、自分のモニターに合ったものを使うことによって、ただこれを見る限り、液晶モニターに直接かかってはいないので、別にこれでもそんなね、変わらないかとは思いますね。というわけでですね、参考になったでしょうか。使わないときはこれ、オンオフできますので、とても便利ですね。まあ、タッチするんで、ほんとしたとしても、これがなんかこうなったりとかはそんなにしないですね。挟めておけば、強く押したら結構曲がっちゃうんですけども、特にね、操作することによってすぐ傾いたりとかすることはほぼほぼないかと思います。通常の照明をつけます。この環境なんですけども、で一応自動設定にします。このような状態となっております。電源を消すとこう、はい、この辺を見てください。消します。はい、こんな感じです。そしてつけます。はい、手元で何かをする際はこれめちゃくちゃ便利ですね。消すとこんなに暗いんです。この状態で、はいはいはい、色温度を変えたりとかもできますね。1、2、3、これがマックスの明るさとなっております。で自動調光にするとこれがいい感じに変わっていきます。はい、こんな感じです。はい、というわけでですね、モニターライトを紹介していただきました。 Amazon でですね、モニターライトと検索しますと、まずトップに出てくるのが結構有名なメーカー、BenQです。監督のモニターも実は BenQ だったりします。主にプロジェクターやモニター、ゲーミングデバイスを出している会社となっております。同じこういったモニターバーを販売してるんですが、お値段安いものでも1万円を超えます。調べてみますと1万2000円から1万6000円ぐらいまでのものがありましてですね、まあ初めて買うにはちょっと高いなって方は、こちらクンディスのモニターライトバーおすすめとなっております。なんとですね、こちら40センチに関しては5000円を切ります。さらに今回この監督ラボを見ていただいた方、概要欄にですね、期間限定ではございますが 8% 割引クーポン、ぜひ使ってお安く購入してみてはいかがでしょうか。ちなみに BenQ とほぼ同等な機能、 BenQ に関してはですね、接続つけて別の装置がついてたりとかして、その分ですね、機能はやっぱいいんですけども、多分機能いらないよって方はこちらね、とてもおすすめです。ちなみに、Amazon でですね、調べてみますと、安いの3000とか4000があるんですが、クンティスのものと比べると、こういった部分がですね、かなり貧弱な、乏しい感じになっておりますので、ある程度、多機能で、リーズナブルなモニターライトが欲しいという方はですね、このクンティス候補に入れてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、こちら、改めて紹介しました、このモニターライトなんですけども、おすすめな方はですね、長時間モニターを見る方、モニターを見ていると、目が疲れやすい方、デスク周りを綺麗にしたい方、あとは、先ほども言いました、11万円超えはきついなって方はですね、これを使うことによってモニターと手元の明暗さが少なくなり、目が疲れにくくなります。かなりおすすめかと思います。製品保証もですね、約1年間ついておりますので、いい商品ではないかと思います。この動画参考になりましたでしょうか。この監督ラボではですね、ガジェットだったり自分が好きなですね、作品ですね、興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録をして他の動画を見ていただけますと、ありがたいです。ではまた次の動画で会いましょう。はい、もっとこう相当長いので、ではね、さ、はい、はい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 、ちょっとの商品提供をしていただいて、これがモニターバーで、あ、長いんでこれ届くかな、ちょっと待ってね。ブブ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